皆さんこんにちは、シカくんです。いや暑い、マジで。ただいまですね、7月の7日、七夕ということでね、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。ということでね、今日は本当はね、買い物に行くだけだったんですけど、なんかね、やっぱさ、イオンの惣菜コーナーって僕すごいそそられるっていうか弱いんですよ、すごく。だからちょっと皆さんにね、それを紹介していこうかなと思います。もう生きてたらさ、いろんなイベントいろいろあるじゃない。今日みたいにさ、七夕があったりとか。別に七夕だから別に何することないっていう感じだと思うんですけど、なんか見つけちゃうのよね、生きてると日々さ。今回紹介したいのは、あ、4つか。それでもまあ4つくらいか、あったのは。まず、イオンに行ったらね、ちょっと皆さんね、このバージョンじゃないんだけど、これ美味しいから食べてみてください。この麺 300g 焼きうどん白だし仕立て、これマジで僕食べた中で結構美味しいなと思いました。イオンにね、お惣菜コーナーバーっと行くと、100円のパックシリーズ、麺類の焼きそば、焼きうどんみたいな感じでこうどんどんとあるんですよ。確か3種類くらいあったかな、麺類で。で、それが1パック100円で買えるんですね。ちょっと今値上がりして150円くらいになっちゃったんだけど、これ買えばね、ほぼ1パック100円レベル。これ麺 300g でしょ、多分あの1パックに 100g くらいしか入ってないから、本当にね、手軽に食べれるやつとしてはすごいいいですよ。だからあれぜひ皆さん買ってみてください、美味しいんで。ということでね、まあどんだけ言ってもしょうがないんで、僕もちょっと食べていきたいなと思います。僕の正直ね、美味しいって感じる感覚って実は値段も入ってきちゃうんですよ。高いものってさ、美味しいのってそりゃ当たり前じゃん。高いんだから、高いんだから美味しくないと困るよって話じゃない。その安いのにうまいっていうこのギャップがですね、さらにこのなんて言えばいいの、美味しさをこう増減するわけですね。まあそれ自分で作ればさ、安いですけど、まあ俺これ好きなんですよ。もう具材は何も入ってないです。肉とかなんか野菜とか、そう、普通焼きうどんに入るべき素材っていうのは全く入ってないです。これがうまいの。このなんて言えばいいの、こういかにさ安く作れるかみたいなところでさ、きっと多分ねイオンさんも頑張ってんだよね。で、そのなんて言えばいいの、その安さの挑戦っていうのは、まあある意味ね、時としては悪なんだけれども、時としてすごいよく働く時がある。で、僕はやっぱ食にはすごくね来てしまう、それがね。というわけでこれがマジで美味しいです。これマジでおすすめで、もう一つのおすすめね、これです。今回の本題、じゃじゃん、カツ丼でございます。これ美味しいんですよ。よくねスーパーとかでね、カツ丼売ってると思います。で、最近卵高いくてさね、カツ丼とかもなかなか食べる機会ないんですよ。で、何が言いたいかっていうと、カツ丼ってさ、なかなか家で作れないじゃないですか。そもそも揚げ物できないじゃん。で、唐揚げ程度だったらコンビニで売ってるんだけど、こういうカツ丼とかそういう丼物系ってあんまりコンビニね、なんかうまくないような気がするんだよね。てか高いし、そもそも高くてさ、まあ美味しいのかもしんないけど、牛丼とか食ってみたんですけど、これ多分松屋さんとかで食った方が安いよなとかね、思ったりしちゃったんですよ。で、これスーパーだともっとさらに安いわけです。で、うまいのよ。そう、作ってるから。カツ丼って結構さ、いろんなところで売ってるけどさ、意外と価格帯高いんですよ。で、まあ食べるけど、なんかカツ丼店で食べてるわけじゃないじゃないですか。例えば蕎麦屋のサイドメニューでカツ丼があるみたいな、カレー屋のサイドメニューでカツ丼があるみたいなね、そういう感じじゃん。だからなんかね、いまいち雰囲気もね、乗んないわけですよ。で、外食でさ、カツ丼かーって、まあいいんだけどみたいな感じなわけですよ。お惣菜のカツ丼が僕ね、一番こう、なんだろうな、一番美味しく感じるんだよね。しかもこのちっちゃいやつね、なんか重箱みたいなさ、お弁当箱に入ってるやつあるけども、あんなもういい、あれで一食終わっちゃうじゃん。違うのよ、いろいろ食べたいわけよ、俺の気持ちとしては。で、かつ美味しくカツ丼食べたいわけ。これが一番ね、うまいと思うんですよね。もうさっきからね、僕の言ってる日本語がぐちゃぐちゃなような気がしますけど、はい、いただきます。これうまい。次、これちょっとこっからですね、ちょっと違うシリーズなんですけども、ちょっと新しいなと思ってちょっと買ってきました。はい、おにぎり弁当です。おにぎりセット、これは400円ですね。まあ普通ね、400円だからさ、ちょっと高えかなと思ったりしたんですけど、この僕の狙いはこのね、デカふわ卵焼き。しかもこれ卵焼き、なんかこうさ、乗り切らなくて無理やり詰めましたみたいな感じだから、まあちょっと見栄えはある意味いいよね。ちょっと卵食べてみていい？卵気になってんだよね。いただきます。うわー、これ多分ジューシーな卵焼きだ。なるほど。卵はね、意外とそうでもない。
卵は意外とそうでもない。ただ卵と一緒に食べるおにぎりがうまいね。そう、おにぎりもうまいんだけど、卵と一緒に食べるおにぎり、どうだろうね、どうだろう、まあ、美味しいけど、まあ、セイコーマートのね、中札内さんの卵焼きが一番美味しいかなと思いました。はい、で次ね、ちょっと番外編、これちょっと高いよこれね。はい、これ僕ちょっとクオリティ求めてます。肉の割烹田村本店塩冷麺、じゃじゃんって感じだよね。なかなかね、冷麺も食べる機会ないんですよね。北海道来てから冷麺食べることあんまりなくなっちゃって、どっちかっていうと冷やし中華、こっちらは冷やしラーメンって言ったりします。僕のね、ちょっとそれはね、ちょっとなんかうんってなってて、山形にね、冷やしラーメンっていう本当の冷えたラーメンってのがあるんですよ。でさ、それとこんがらがるじゃん。で僕冷やし中華あんま好きじゃないの、酸っぱいから。で冷やしラーメンは、山形のね、冷やしラーメンはすんごい大好きなの。だからマジトラップなんよね、本当に。もうやめてほしいもん、本当に。はい、まあこういう感じで麺と具材が分離型、まあよくいわゆるセブンであるやつですね。マジ生きてたらさ、いろんなところでいろんなご飯を見かけるわけですよ。で僕のだんだんね、動画のストックがね、溜まっていくんだよね、こうやってね。そう、世の中ね、いろんなね、動画にしたいこといっぱいありすぎる。そう、いろいろあってさ、もういろいろ発信していきたいです、僕は。はい、ということでこれいただきます。普通だ。いやーちょっとね、これは値段500円なんですよ。普通かなー。まあなんだろうね、多分僕の中の冷麺の期待値が上がりすぎたんだよね、きっとね。僕が一番好きな冷麺って青森の、東山って分かりますかね、東山の焼肉の冷麺なんです。これを冷やし塩ラーメンっていう風な名前で売られてたら、確かにすげーうめーとかなるかもしれないけど、冷麺ではないような気がするんだよな、これは。ということで、やっぱり僕のおすすめはですね、イオンのこの焼きうどんとカツ丼でした。うん、他はね、別に買わなくていい。うん、買わない。買って、あ、こういう感じなんだって楽しむ分には、まあ問題ないかなと思うんですけど、まあ別にそんな強くおすすめするほどではないですね。というわけで、以上、カツ丼と焼きうどんとおにぎりセットと冷麺のご紹介でした。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ぜひね、買ってみてください。またもし何かあればですね、逐一ご報告させていただきたいなと思います。というわけで、ジョイシカ君でした。また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。